しさ。今日含めて残り3試合、はあはあ、今日も葉月に無事に勝ててよかったです。なんかみんなが成長しすぎて、ファイブスター一試合一試合がきついですね。今年は乗り越えられたかなって思ってたけど、やっぱきついきつい。でもあと2試合を残して自分はまだ優勝圏内にいるので、あと2試合頑張りたいと思います。まあ同門対決、葉月強かったです。強かったし、多分葉月はスターズのリーダーの座を奪いたかったと思う。ずっと感じるリーダー交代、そんな感じがひしひしと伝わってくる。でも試合でね、まだまだ岩谷真理を乗り越えさせられないから、まだまだ葉月はスターズの仲間として、リーダーとしてではなく仲間として一緒に頑張っていってもらいたいなと思います。ありがとうございました。スターダム5スターグランプリ 10.1 優勝決定戦、女の戦いを見に来いよ。宇宙一きらめくスターダム。スターダムシンデレラオーディション2022開催決定。プロレスラーになりたいと思っている皆さん、スターダムのリングは自分を輝かせることのできるリングなので、皆さんぜひ一緒に戦いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。